お疲れ様ですまああの暗号通貨を発信した頃の即果塾のブレイクってのはもうないでしょうねでもああいうブレイクってのがあのやっぱビジネスをしている中でね3年に一度くらい起きれば十分かなと思っていて最初のアフィリエイトの時っていうのも3年間でいろいろあったけども結局あの1億円を突破したっていう波が最初の3年間であったこととそれから次の3年間の最後の方にあの即果塾のねあの 3000回以上の再生数回して、あれが1億2000万ですから。結局また1億円なんですよね。ブレイクしたっていうことと。あとは第3フェーズは今、特に何もないですよね。<laughs> 特に何もないと。<laughs> アクセスもなんか弱体化してきましたし、ただ、あのー、そこまでの3年間3年間のフェーズで稼いだ資産がありますんで、まあ、それによってね、まあ,あの、そこそこの暮らしと、時間の確保と、 それから投入資金っていうのてまあブレイクするとしたら多分 NFT じゃないですか、うん、多分ね、うん、もしくは FX のオリガルヒーの口座がどっかで大ブレイクするか、うん、ね入門者が100人超えたみたいなだったらもう大ブレイクだと思いますけどねまあでもそうですね NF NFT がブレイクしたら早めに仕掛けていた私は結構強いかなと思いますし NFT のその 情報発信系列がね、私の方はもうすでに育ってるんで、あと世の中がね、NFT に ICO みたいに触れてくれれば、またチャンスはあるかなと思います。当時私は ICO は関わらなかったんですけども、関わらなかったことによって信用を得たっていうところがありますけども、今回 NFT はどうですかね。それじゃあいっていらっしゃい。